2024年7月14日、ダウンタウンの松本人志が数ヶ月ぶりに X へ投稿し、今後は定期的に SNS を更新すると宣言しました。この投稿は、松本が性加害問題で騒動を巻き起こし、名誉毀損として発行元である文藝春秋社と編集長に対し、約5億5000万円の訴訟を起こしてからの初のアクションです。約7ヶ月間の沈黙を破り、松本の周辺はにわかに慌ただしくなっています。7月には、性被害を訴えている A 子さんに対して、松本の代理人である田代正弘弁護士が探偵を依頼し、尾行を行っていたことが報じられました。田代弁護士はこれを認め、匿名情報に基づいた行動だったと説明していますが、真相は不明です。松本は3月の世間に真実が伝わり、一日も早く、お笑いがしたいです。というポスト以降はリポストばかりでしたが、今回の投稿では、三村正和などの芸能人からの声に次々と反応。三村の普通に飲みましょう、というお誘いに対し、あ、この人知ってる了解ですと、軽快に返事をしていました。しかし、X 上では、松本の行動に対して、厳しい声も多く寄せられています。だいぶ滑ってる堂々とすればよいのに、後ろ暗いことがあるからこそこそ X する、ダサ男といった意見が多く見受けられます。松本の行動が、一部のファンや視聴者にどのように受け止められているのか、その反応は厳しいものとなっています。松本は、再びお笑いの世界に復帰する道筋を見つけることができるのでしょうか。その未来に注目が集まります。